大相撲秋場所、6日目、13日、両国国技館。大関、豊昇龍が4敗目、前頭2枚目、王鵬にすくい投げで敗れ、痛恨の1敗を喫した。取り組み後には例のやり直しを求められ、再び土俵上に上がる場面があった。写真、場内騒然の中、再び土俵へ上がる豊昇龍行司も渋い表情してるやん。 龍は王鵬のすくい投げで土俵上に転がされた。悔しさを隠せず、立ち上がる際に土俵上をおぐうで軽く叩いた。その後、わずかに頭を下げるような仕草こそあったが、しっかり静止せず、急ぎ足で土俵を変え。花道から引き上げようとしたが、正面の九重親方、元大関千代大会、から礼のやり直しを促され、再び土俵へ。珍しい光景に、 場内からはどよめきが起こった。NHK の実況も、今、しっかり礼を合わせるようにと呼び戻されました、と伝え、豊昇龍は指示を受けながらしっかり頭を下げた。やり直しを命じた審判長のこ重親方は、礼が全然合っていなかった。悔しくて相手を見ていない、と説明、悔しさには理解を示しながら、相手を見たくない気持ちもわかるけど、結びの一番なので、 礼をして土俵を降りてもらわないと、と指摘した。